こんにちは、坂東です。こんにちは、営業の本間です。今日はどういう現場ですか？今日は、まあ、目地出し工法ですね。おみんな大好き。みんな大好き。まあ、一通り下塗りから中塗り、目地の色と、はい、まあ、上塗りを出していくのを、はい、職人の次郎さんに、はいはい、お願いしているので、はいはい、それをまあ一緒に撮っていければなとは思います。はい、楽しみです。はい、では行きましょう。お願いします。お願いします。お願いします。はい、上に登ってきました。ここが、はい、まだ何もやってない。そうですね、自家のまだ施工前のカメラです。はい、一応撮影用にここだけちょっと地肌残してありますので、はい、他は下塗り1回目は全て終わってますので。おー、なるほど、ありがとうございます。でここだけちょっと今塗っていきますので。はい、よろしくお願いします。まあ、一応サイディングボードで目地とかが横目地、縦目地あるんで、そういうところにもう一つは縦と横で分けて塗れば入っていくんですけども、はい、こうやって塗るとやっぱり入らないところが結構この部分えぐれてますよね。そうですね、深めに。深いんですよね。だから結構力入れれば入っていきます。くぼみの中に塗料が入りっぱなしだと後から流れてきちゃいますんで、はい、塗料を落としたローラーで少し余分な塗料を取ってあげれば後から流れてくることはないので、はい、そういったのも忘れずにやってあげることが大事ですね。今までの目地と違って、この一つのブロックが大きめですよね。そうですね。逆にその最後 の表面だけ塗るときは気をつければ今までよりかは全然楽ですね。あ、そうなんですか。でこの塗料の乾燥期間が2時間から3時間なので、はい、一応1日に2回この他にももう1回塗ることは可能ですけども、はい、一応会社的には1日1工程っていう一応そういったのを守ってますんで。ただ今回はそう流れて撮影できるようにちょっといろいろ準備してまして、はい、他の面で他の壁の色を仕上げてありますんで。ありがとうございます。あとこれ今回コーキング撤去して新しく打ち直してるんですけども、はい、もう打ち直して1週間以上経ってるんで。あ、そうなんですか。完全硬化してるんで、はい、あんまり早く塗装しちゃうとやっぱりコーキングも乾くときに伸縮するんで、それで上に乗った塗料の膜がそれに一緒に縮んじゃったりとか伸びちゃったりとかしてシワシワになってしまうんで。今はもう完全大丈夫な状態だから上から塗ってるってことですね。まあ、今夏なんで、うん、結構もうちょっと早くても良かったかもしれませんけども、うん、ちょっと十分に時間を置きましたんで、はい、安心ですね。そうですね、冬なんかは本当に10日間ぐらいは置きたいぐらいです。そんなかかるんですね。はい、なかなか乾かないんですね。あとこういうところはちょっとこのローラーでは入らないので、はい、まあ毎回ですけどちっちゃいローラーも用意してるんで、はい、そういったので入れてあげればいいと思います。まあ、ハケなんかでもいいですけどね。はい、終わりました。はい、次は今度目地の目地、はい、目地とそのへっこみに当たる色の部分を塗っていきます。はい、はいはい、移動してきました。はい、今度こちらはこうやって下塗りが全て乾いている状況ですね。はい、なるほど。先ほど言ったようにこの目地とこのへっこみに当たる色になります。はい、それでも一応この全体的にはすべて塗ります。おお、かわいい。かわいい色ですね。ですね。これもやっぱりネジの中とかこのくぼみの中にちゃんと入れないと後々仕上がり悪くなってしまうんで、はい、しっかりと入れてあげるといいと思います。さっきの下塗りよりかは全然くぼみの中に入りやすくなりますので。あ、そうなんですか。先ほどはちょっと水っぽいので。あー、なるほど。少しとろみがあった方のが中に入りやすいので。こっちの方がとろみがあるんですね。はい、でこれはあともう一回塗るんですよね。同じ色。そうですね、これ同じ色を塗ります。そうすることによってやっぱり目地の中とかくぼみの中の色がしっかりと色が被るというんですけども、はい、そうやって仕上げていきます。かわいい。もうこの色だけでも十分なぐらい可愛いです。本当ですね。一応今回好みによるんですけども、三部艶といって、はい、あんまりピカピカしてるのが嫌な人はこういった方にしてくれれば落ち着きが出ると思いますので。
で今回他の二重塗るときも全部三分艶になってますので、はい、全体的に落ち着きのある家が出来上がると思いますので、楽しみですね。そうですね。まあ一応ここまでが1回目塗り終わってもう乾いてますので、一応こうやって見てもらうとやっぱり多少乾く前と乾いた後だと若干ですが色が違うと思いますので、乾いたら色が濃くなるんですかね、ちょっとだけ。大半はそうですね。まあ前にも何かしらで説明しますけど、やっぱりローラーの目というんですけども、はい、模様があるんですけども、それをこうやって最後に揃えてあげた方が仕上がりがいいんで、逆にこうやって縦で終わらせて横にしちゃうと、ここだけ目が違うんですね。確かに。ここが上向いてるのにこっちは右向いちゃってるんですよね。線出てますね。だから最後に揃えてあげればいいですね。これで明治1回目の虹色の1回目が終わりですね。はい。これ全く同じ色なんですけども、2回目、はい、2回目乾いてるところですね。ですね。もうパッと見はもうほとんど色が一緒なんで、はい、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、あとは塗りながらもやっぱりこの穴とかへこみのところに、ね、材料が入るようにちょっと意識しながら、はい、これが目地とそのへこんでるところ、ボコボコのところの最後の工程になっちゃいますもんね。これで仕上げになりますんで。そうですね。これをちゃんとやらないと2回しか塗れてないところが出てきちゃうってことですね。そういうことになりますね。まあ、今こちらで今目地2回目、はい、終わりまして、はい、また流れていくとこちらが今度2回目終わってる状況です。おー、ありがとうございます。おー、今回これが上塗りの、上塗りの、そうですね、表面を塗るマウンテンブルーです。マウンテンブルー、結構これなんか人気みたいで、いろんな家の壁がマウンテンブルーになってますね。そうですね。まあ一応こうやって少しで斜めに塗ってあげると、こうやって目地の中とかくぼみの間に入りませんので、綺麗、はい、大きいっちゃった方がいいですね。もうさらっと縦とか横にするとそのこの目地に入ってしまうんですね、縦とか横の、だから斜めにやっていけば大体大丈夫です。夜空みたいな、うん、星がいっぱいみたいな、まただけ始めましたそんな感じで塗っていく感じですね。はい、あともう一回塗るんで完全に色がかぶってるというか仕上がってるっていう感じしないでいいんで、はい、次の2回目の時にしっかり入れるようにするんで、はい、もう1回目は本当さらっではないんですけど、ある程度色が入ってるっていう状況に持ってって、はい、次に行った方がいいですね。一番最後に仕上げですもんね。そうですね。一応こういうことを全体的にやりまして、はい、次の日にもう一回やるっていう感じですね。はい、でこれで塗装の手順としてはこんな感じです。ありがとうございました。ありがとうございました。今回は5工程のところ、4工程まで撮らせてもらったんですけど、はい、今回ってその目地出しにしようっていう風になった理由とか。あ、まあ、お客さんがご希望されたんですが、はい、やっぱりYouTube かなり見てくれてる方で、うん、嬉しいです。で、そうですね、はい、お客さんも見てくれてそれがすごい気になる、最初はまあ着色だけで考えてたんですけど、はい、ちょっと目地出しも見積もりお願いっていうことで、うん、で動画も再度見てくれてやっぱ目地出しが気になるなっていう、ですね、で撮影まで協力していただいて、そうですね、ありがとうございます。もう今後もちょっと YouTube とかでいろいろもう上がってますもんね、はい、もういろんな工程とかも、はいはい、上がってると思うんで、ぜひ見てください。よろしくお願いしま す。5工程目でもう一度この現場に来ようと思います、はいはい、完成こちらです。もうほぼ完成ですね。本当ですね。めっちゃ可愛くなりました。おしゃれですね。すごいおしゃれになりましたね。で今ここが1回だけ塗ってるところなんですけど、はい、ここはもう青いの3回塗ってるらしくて、上塗りだけで2回だちょっとやっぱまだムラになってたらしくて、そうなんですね。でもう1回塗ってらしいです。すっごい綺麗ですよね。ねえ、でここがおしゃれ。これからはちょっと、はい、もう一度塗るのを見学させてもらいます。はい、やっぱちょっと比べると
そうですね、こっちと白が下の目地の色が出てますよね。はい、5回目の方やっていきますので、お願いします。お願いします。やっぱ乾いてる上に塗ると差が分かりやすいですね、色の。あとは今回やっぱり同じく短毛ローラーって言って、こんだけ毛が短いローラー使ってるんで、塗る範囲がだいたいこんなぐらいです。うーん、1回つけてこれだけしか塗れない、もう何回も何回も。そうですね、手直さなきゃいけないですよね。だ普通の毛が長いローラーよりかは材料がつきにくいので、はい、やはり、塗る平米も少なくなってくるんで、はい、自分もやっぱり上塗り2回目やって終わった時はいけるかなと思ったんですけども、やっぱ乾いてみてよく見たら少しやっぱ仕上がりが悪かったんで。あ、そうなんですね。乾かないと分からないですね。分かりませんね。分かんないです。だって本当分かんなくないですか。分かんないです。綺麗、色の選び方が上手ですよね。本当にうまいですね。目地出しの時はその上塗り3回目があるかもしれないっていうのを頭の隅には置いてるんで。うーん、そうなんですね。こんな感じで今5回目が終わりまして、はい、6回目いけると思いますので、はい、またそれを引き続きじゃあよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。これで最後の上塗りですね。まあ追加の6回目、はい、で仕上がりをよくするんですね。もうほぼほぼもう仕上がってるんで、はい、こうやって3回目上塗り3回目やっとけば間違いなく仕上がるんで。どうしてもはみ出ちゃうところとかにきりが悪いところがあるんで、そういったのは後々ネジの色で直していくっていう感じですね。はい、なるほど。多少ちょっといびつになってても綺麗に見えるんで、味に見えますよね。そういうですね。ですよね。こういうのも乾いてくればもう違和感なくなるんで、うんうんうん、なるほど。これもなんかセンスいりそうですね。いりそう。ああ、そういうことか。本当によく見なきゃわからないですね。わかんないですね。壁全体直していくんですか。これを全部やります。これで壁が完成となります。はい、はい、あ、めっちゃ綺麗です。自分も仕上がりに大満足です。自分でやっておいてあげる。はい、ということで今回は目地出し見学させてもらいました。はい、すっごい綺麗になって可愛くなって、あ、本当に見学できてよかったです。すごい勉強になりました。で、今回も二郎さんありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。